ロザリアとヴァンパイア、恋と夢のラプソディア。時間、あなたは私だけを見てくれている。跡が残っちゃうかもしれないね。どうしよう。嬉しい。私、あなたがそう言ってくれるのをずっと待ってた。私、あなたのことが好き。つくね。つくね。つくね。そんな、早いよ、つくね。卒業まで待って。モカ、私のつくねを色仕掛けで。違うよ、クルムちゃん、あれはつくねが。言い訳なんか聞きたくない。つくねがそんなことするはずないでしょ。発情ヴァンパイア怖かったでしょ。もう安心して、私がこうギュッてしてあげるからね。発情してるのはお前だ、父女。別にあんたのために助けたんじゃないんだからね。知らないの？
のか。ツンデレだ。今人間界で流行っているんだぞ。さあ、ツンパートは終わった。これからたっぷり出れてやろう。子供ができるかもしれないが気にするな。ガッ、思い知りましたか、このストーカー女。何甘いこと言ってるです。さあ早くストーカーに熱湯を。ようやく邪魔者はいなくなったか。待ちなさいよ、私は。寝ていればいいものを。これ以上醜い姿を晒すつもりか。それはこっちのセリフよ。かき氷みたいにしてやるから覚悟し。みんな、喧嘩は、ちょうどいいわ。まとめて。あ、ぬるすぎる。こんな慣れ合いの中に、いい、その日私が叩き直してあげる。もらった。え、お前が原因だろ。あ、気がついたみたいで。大丈夫か。謝るのが嫌で逃げ。ほら、あの子プライド高いから。モカ、あんたの妹でしょ、ちゃんと教育しておきなさいよ。ごめんなさい。それよりモカさん、そうだ、忘れるとこ。つくね、猫の目先生。やっふー、きっと夏合宿の話よ。去年も話が出たのは。おお、もうつくね。私は全く季節感が感じられない意見です。つくね、私の水着す、海じゃなくてもすぐ脱ぐじゃない。レッツビギン。さあ始めましょう。あれ、いろいろあって、それでつい任せてくだ。人間界に何があっても、人という夕日に向かってな。それからそれ、一度はつ、こんなお、でも大体予算ぜん。もう、じゃ、妖怪フェスの音楽好きの生徒、優勝者は全校生。シンプルだけど、いい。新聞部に聞だから聞いて、予算全部。あれ、銀くん、新聞部のみんなで出場すれば、音楽祭のバスに揺られたの海外旅行。ほら、夏合宿は
そう、偉大なる四次元トンネル、人間界の外国にも目的地もトンネルがつながってるところ、どこへだって変更か。え、何を。今さら中止に、先生の立場、ライブステージだって使用許可を取っちゃ、そんなに。お、先生だって被害者なのよ。銀君に総合プロデューサーってやつを押し付けられたんだから。やっぱり。だって面倒なことは青野くんが。青野くん、お酒また旅もあるんだけど。